激震、ただいま参上。とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日は地球防衛軍やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。この地球防衛軍は、本日発売です。12月24日発売となってて、昨日のね、日にちが、日付がね、ちょうど変わった時にスタートしました。で、まだね、話はね、ストーリー21話ぐらいなんだ、ここが。まだまだ序盤だね。ストーリーをやっていくと、進行度合いっていうのがパーセンテージで示されるんだけども、まだまだね、20% ぐらいかな。なので、おそらく、50話 ?60 話うん、多分60話ぐらいまであるんじゃないかな。で、今、イージー、ノーマル、ハードと全部クリアしながら行ってるので、まあまだ20話ぐらいってとこだね。イージーは簡単。イージーは簡単。で、ノーマルはたまに死ぬぐらいの感じ。で、ハードは全然死ぬ。めちゃくちゃ難しい。まあ装備品がまだ貧弱っていうのもあるし、HP も低めなんでね。それはちょっと致し方ないかな。やり込んでいくうちに HP も上がっていくし、装備品も強くなってくるので、そうしないとちょっとね、ハードの上2つぐらいあるらしいのよ。そのハードの上2つぐらいはまあ全然まだねいけないんだけども、後々なんとかいけるようになるでしょう。早くね強い装備入手したいな。で、見てもらうともうすぐ分かるんだけども、今までの地球防衛軍とは違います。何が違うって、もう見た目が全然違うよね。リアルな人間っぽい感じじゃなくて、おもちゃが戦ってるような感じでも、内容はねすごい。ああ落ちちゃう、いけるか上に。あ、無理だ、無理。このなんかフィールド外に落ちちゃうこともねあるんで注意は必要です。でも戦い方とかは本当地球防衛軍と一緒。一緒なので、めちゃくちゃね、面白い。このなんだろう、銃を使って戦うやつって俺あんまり得意じゃないんだけども、地球防衛軍はなんか無双っぽい感じもして好きなんだよね。これはね、結構好き。で、この話が地球防衛軍の1から、最近のアイアンレインか。EDF、アイアンレイン。あのあたりまでのキャラクターとか装備品なんかが全部ひっくるめて出てくるような感じです。なんで昔からやってる人はね、結構思い入れのあるキャラクターとかが出ていいんじゃないですか。まあ、このね、デジポクアースディフェンスフォースか。ここでのオリジナルキャラクターっていうのもいるんだけどもね。まあ、キャラクターはめちゃくちゃ多いです。それを全部入手しようとすると結構時間かかるのかな。でも本当にね、難しい。本当に難しい。ギリギリだもん、本当。戦うのが。まあ、それがね、地球防衛軍ですよ。地球防衛軍。俺なんかは、なんだろう、アサルトライフルとかがね、苦手だから結構広範囲に当たるやつとかを装備していってます。で、必殺技なんかもあって、全員ね違う必殺技でそれを組み合わせていったりするのもちょっとね考えなきゃいけないから面白いね。で、昔のね地球防衛軍ってリロードの時って何にもできなかったじゃない。あ、リロードだーってなったけども、もう逃げ回るしかなかったけども、今回の地球防衛軍はリロードになっても大丈夫。キャラクターがね、最初に4人選べるのよ。4人選べて、で、リロードになったら、別のキャラクターに交代すれば、その間にリロードが済んだりするからね。いい感じです。なんか出てくる？またこのパターンか。ああ、女王蜂ね。
女王蜂だったか。はい、いきましょう。あ、ちなみにこれはねハードです。ハード HP ゴリゴリ減るよこのまだねちょっと慣れてないから誤射しちゃうんだよね。誤射でゴリッとも HP 削られるから、そこをまずは慣れるようにしないといけない。よし、オッケー。結構範囲技とかはね使い道が難しいので慣れていかないとダメだ。じゃあできればねこのオートエイムしてくれる連射ミサイルみたいなのがね入手できればいいけど、まだ持ってないんだよな。あれめちゃくちゃ好きなんだけどね、30連射ぐらいのオートエイムの誘導ミサイル、あれめちゃくちゃ好きなんだけどね。多分あるはずよ、あるはずよ。武器のレベルがねどうもねレベル4まであるみたいだけど、まだ2のやつを3つ4つぐらいしか持ってないから、まだまだ武器の性能は上がっていく。もうちょっとか、なんか戦いにくい戦いにくい。ああもうこっちがいいな。盾をね装備してるやつなんで、多分これ初心者が使うやつなんだろうけどね。でも俺がハードモードをクリアしようとするとこいつら使わないともう被弾しまくって死にまくるのよね。だからこういう盾持ちの重装のやつでなんとか耐えながら行くっけない。この飛行タイプのやつこれ強いんだけどね、装甲が紙だからねすぐやられちゃう。よしどうだ、倒したよ。もう出てこないかな。でもね本当にリロードの時間がねなくなったっていうのがあるんだけどね、あるんだけども、そのストレスがないっていうのはすごく良かった。で巨大怪獣とかいるよ、今回もベイザル出てくるんで、こういうやつと戦うのも面白い。まあまだ1回しか戦ってないんだけど、話もねなんかバカっぽい話なんだよね。あれ、もやもやした黒いものが、あ逃げたか。マザーシップが逃げていきます。はい、終わったね。ハチミツのためにクリアです。最後の方になると多分さすがにもう攻撃半端じゃないだろうね。どうしたでごわす、半端じゃない攻撃してきそうだ。テレビ番組のクマを見な、これあっち行けるのか、行けるんだろうか。ちょっとなるでごわす、マックスまで貯めて試してみよう。エッフェル塔だよねこれ、エッフェル塔まで行けるか。やっぱりそれは、あ行けそう。あ止まるんかい、止まるんかい。やばい、落ちる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 、あここはいけないみたいだね。はい、ということで今日から地球防衛軍やっていきます。チェックをよろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。